嫁の飯はまずいんだよな。本当にダメな嫁で困っちゃうよ。そうやって私を下げるような発言をして笑う夫。私は冷静に言い返してやった。私の料理食べたことあったっけ？食事はいつも愛人宅じゃないの？私の発言に親戚たちが凍りついた。お前何を言ってるんだ？焦る夫。そしてその隣では義両親がブルブル震えながら拳を握りしめていた。私の名前はひとみ、28歳の専業主婦だ。私には現在お付き合いしている男性がいる。それはアキラという人で、年齢は私の3つ上の31歳だ。私たちが出会ったきっかけは会社の上司からの紹介だった。私はもともと会社員で仕事一筋で頑張ってきた。そして部長のことを尊敬していて、私はよく仕事についての質問や相談をしていた。部長は私のことを気に入ってくれて可愛がってくれていた。おい、今度の土曜日に知り合いの社長さんが誕生日パーティーを開くそうなんだ。お前もついてこい。美味しい料理に美味しい酒が楽しめるぞ。行きます。仕事と同じくらい食べることも大好きだった私は、美味しい料理と言われて乗らないわけにはいかなかった。そして実際にパーティーに行くと、そこには普段なら食べられないような豪華な料理がバイキング状態で並んでいた。私は目を輝かせながらたくさん料理を皿に取って、一つ一つの料理を頬張っていた。そんな中、部長が私の元にやってきた。おい、ひとみ、お前に紹介したい人がいるんだ。はい？おいおい、もぐもぐしながら返事をするな。私は部長の隣に若い男性がいるのに気づき、慌てて料理を飲み込んだ。すみません。いいんですよ、気にせず食べててください。こちら、この誕生日の主役である大野社長の息子であるゆうきくんだ。はじめまして、大野ゆうきと申します。はじめまして。なんと私は社長の息子に恥ずかしい姿を見せてしまっていた。こいつはこうやって食い意地を張るやつだが、とてもいいやつなんだ。だからゆうきくんにぴったりだと思ってね。社長、ぴったりというのは？ああ、彼の交際相手のことだよ。え？私はいきなりそんなことを言われてびっくりしてしまった。あれ、部長、説明してなかったんですか？ああ、瞳にはうまいものが食えるとだけ言って連れてきた。横暴だな。瞳さん、落ち着いてください。すぐに付き合うとかじゃなく、あくまで紹介ですから。これからお互いのことを知っていきましょう。はい。それじゃあ、私は社長さんに挨拶をしてくるから、あとは二人でよろしくやってくれ。そう言って部長は勇気と私だけを残して行ってしまった。この時ほど部長に反抗したいと思ったことはない。尊敬もしているけれど、こういう破天荒なところもあるのだ。私はさっき恥ずかしいところを見られていたので、なかなか話せなかった。だが彼の方から私に話しかけてくれた。食べるのがお好きということは、結構いろんなお店に行くんですか？いえ、基本的には自炊ですね。料理をするんですね。家庭的でいいですね。そうですか。はい、僕は全く料理ができないので尊敬できます。でも、ゆきさんはモテるでしょうから、作ってくれる女性とかいるんじゃないですか？いやいや、僕なんて全然モテませんよ。仕事ばかりにかまけて全く恋愛をしてこなかったので。そうなんですか？ええ、父親にも寂しい男だなって笑われました。彼が穏やかな笑顔で会話をしてくれるので、私はだんだん緊張が解けていき、楽しくお話ができた。ひとみさんと話しているととても楽しいです。よかったら今度二人きりで会いませんか？連絡先を教えてほしいです。はい、ぜひ。部長に騙されてここにやってきたが、まさかこんな出会いがあるとは思わなかった。それから彼は私にこまめに連絡をくれるようになり、それから何度か仕事後に食事に行った。さらに休日にデートに誘ってくれて、私たちは少しずつ距離を縮めていった。そして何度目かのデートの際に、彼は私に告白してくれたのだ。私はすでに彼の誠実さに惹かれていて、好きになっていた。そのためすぐに告白に OK し、私たちは付き合うことになった。
付き合ってからも彼は私を大事にしてくれていて、現在はお付き合いを始めてから半年ほどが経っている。彼は仕事が忙しいのでなかなか会えない日が多いが、それでもデートの時はいろんなプランを用意してくれていて、私はとても愛されている実感を得ることができた。そして今日、私は珍しく彼から高級レストランでの食事に誘われた。そこは私が前々から行きたいと言っていた場所なのだが、なんとなく彼の誘い方がいつもと違った。私の思い違いかもしれないが、もしかしてプロポーズをされるかもしれない。そんな風に期待した。いやでもまだ付き合って半年ほどだしな。単純に行きたいお店に連れて行ってくれるだけかもしれない。一体どちらなんだろうと私は気になりながら、いざお店へ。彼はすでに席にいて、私を見つけると手を振ってくれた。私が席に着くと、私たちは軽く雑談をして早速注文をした。ほどなくしてワインが運ばれてきて、私たちは乾杯をした。そしていろいろとお話をしながら食事を楽しんだ。今日はただの食事だけなのだろうか、それとも何かサプライズがあるのだろうか、どっちだろうとドキドキしていると、彼はデザートが運ばれてくる前に私の目を見てこう言った。ひとみ、まだ付き合って半年で早いかもしれないけど、俺はもう心を決めた。俺と結婚してくれ。そう言って彼は指輪を私に差し出した。もしかしたらと思ったが、実際に目の前に指輪を差し出されてプロポーズされるとドキドキしすぎておかしくなりそうだった。はい、これからよろしくお願いします。よかった、緊張した。彼はほっとした様子でそう言った。指輪嬉しい。そう、気に入ってくれてよかった。これからお互いの親に挨拶に行って結婚式もあげような。うん。私は結婚が決まってとても嬉しかった。すぐに彼の実家に行き、ご両親に挨拶をした。さすがに社長なだけあって家も豪華だったし、義両親の威厳もすごかった。私は緊張したが、頑張って話ができたと思う。なんとか義両親からの許しも得て、私たちは結婚が正式に決まった。それから両家の顔合わせも済ませて、無事に結婚式を挙げた。彼の方が親戚がすごく多くて、やっぱり経営者の家系は違うんだなと思った。そうして始まった新婚生活。私は結婚を機に専業主婦になった。これから幸せな夫婦生活が始まる、そう思っていたのだが、理想と現実は違った。というのも、夫は仕事が忙しすぎて全然家に帰ってこれなかったのだ。夜は会社でコンビニ弁当を食べたり、同僚の人と外食をしたりというのが基本で、毎週のように出張があるし、朝だってものすごい早く出ていくので、ゆっくりと話せる日がない。なんというか、ただ寝に帰ってきているだけのような感じだ。それでも私は少しでもいいから話がしたくて、朝に早起きして夫が身支度をしているところに話しかける。毎日大変そうだけど、体壊さないようにしてね。ああ、ありがとう。無理は言わないけど、休みの日を作れたら一緒に出かけたいな。そうだな。でも約束は難しいかもな。ごめんな。うん。まあ、俺が構ってあげられない分、日中は自由に過ごしていていいから。夫はそう言って会社に出勤する。夫なりの優しさかもしれないが、私は夫と一緒にいたいのだ。だから一人で自由に過ごしたって虚しいだけだ。でも仕事を忙しくしている夫に、これ以上わがままを言って迷惑をかけるわけにもいかない。そのため私はただただ我慢をするしかなかった。そうしてただただ一人で広いマンションに住んでいるような状態で、日々だけが過ぎていった。そんな中、私の元に一本の電話が入った。それは義父からだった。お父さん、お久しぶりです。どうされたんですか？どうしたもこうしたもあるか。なぜ親戚の集まりに来ないんだ。え？そんなに私たちと会うのが嫌なのか。そんなことはありません。あの、集まりというのはいつ開かれていたのでしょうか？知らばっくれるんじゃない。勇気はちゃんと来てるんだぞ。嫁である君が知らないわけないだろ。え？まったく、いくらなんでも常識というものがなさすぎるぞ。義父はものすごく怒っていた。私はただ謝ることしかできなかった。その日の夜、私は夫が帰ってくるのを待った。
夫が帰ってきたのは深夜2時くらいだったが、寝ないで待った。うわ、起きてたの珍しいね。ねえ、今日お父さんから電話が来たんだけど、どうして私に親戚の集まりがあることを教えてくれなかったの？私がそう聞くと、夫は、ああ、そのことか、と言って笑った。俺なりの気遣いだよ。え？どういうこと？父さんの家の集まりって親戚が大勢来るんだよ。そういう場ってやっぱ緊張するだろ？瞳にはずっとリラックスした状態で毎日を過ごしてほしいんだ。でも、やっぱり身内の集まりがあるのなら言ってほしかったかな。お父さん相当怒ってたし。悪い。父さんはちょっと硬いんだよな。まあ、俺から言っておくから気にしないで。夫はそう言って風呂に入ってしまった。なんだか私はいつも蚊帳の外のような気がする。夫はあえて私と義両親が関わるのを避けている感じだ。気にしなくていいと言われたが、気にしないなんて無理だ。私は意を決して一人で義実家を訪ねることにした。夫からは日中は何をしたっていいって言われている。だったら義実家を訪ねたっていいだろう。私は緊張しながら義実家のインターホンを押した。あら、今更やってきてどういうつもりかしら。この間はすみません。今日は謝罪をしたくて参りました。まあ、上がりなさい。失礼します。お母さん、この間の親戚の集まりに参加できず本当に申し訳ありませんでした。別にいいのよ。親戚の集まりには来たくなかったんでしょ。そんなことないです。無理しなくていいから。今日もアキラに言われて仕方なく謝りに来たってことでしょ。違います。アキラさんには内緒で来ました。あら、そうなの。義母は意外そうな顔をした。私は本当はもっとお母さんやお父さんと仲良くなりたいです。仲良くって、嫁と姑が仲良くなれるわけないじゃない。そうでしょうか。私は少なくともお母さんのことを尊敬していますし、いろいろと教えてもらいたいと思っています。まあ教えることがあればいいけど。義母は少しずつだが、私に心を開いてくれたのか、自分からも話を振ってくれるようになった。私が料理についての質問をするとちゃんと答えてくれて、ちょうど材料もあるし、今から晩ご飯の準備がてら作るところを見せようかしら、とまで言ってくれた。私はぜひ見たいですと言って義母と一緒に台所に立った。するとちょうど義父が帰ってきたので、私はすぐに挨拶と謝罪をした。義父は最初険しい顔をしていたが、義母が私をかばってくれて、義父は私のことを許してくれた。一人で自ら訪ねてくるとは、なかなか肝の据わった女性だな。私にはそんな勇気はないわ。私は晩ご飯まで一緒にいさせてもらい、義両親と楽しく食事をした。義両親は私のことを気に入ってくれたようでほっとした。あの、また遊びに来てもいいでしょうか。もちろん家事を手伝ったりしますので。いつでもいらっしゃい。ひとみさんは料理の才能があるわ。そうだな、とても繊細で丁寧な味を出している。舌が肥えている私たちが言うんだから間違いない。ありがとうございます。私はとても嬉しかった。義両親が褒めてくれたこともあるが、何より久しぶりに誰かと食事をした気がした。やっぱりご飯は誰かと一緒に食べるから美味しいと思う。夫が仕事で忙しいのは仕方ないが、もうちょっと一緒にいる時間を増やしたいな。私は夫に迷惑がられるかもしれないと思いながらも、思い切って相談をすることに。ねえ、週に一回でいいから一緒にご飯を食べたいな。仕事を早く切り替えて帰ってこれないかしら。私がそう言うと、夫は途端に嫌そうな顔をした。へえ、だからそれは難しいって言ってるじゃん。この前説明したよね。それは分かってるけどさ、やっぱり新婚だし、もっと夫婦としての時間を作りたいの。ああ、ひとみさ、そうやって俺のことを困らせないでくれよ。俺は夫婦での生活を守るために一生懸命働いているんだよ。専業主婦で働かずに住んでいる上に、贅沢な暮らしができてるじゃないか。ちょっとわがままを言い過ぎじゃないか。そんな。夫はそう言って、めんどくさそうにしながら部屋に入っていった。せっかく義両親と仲良くなれたというのに。
夫との関係がこれじゃ意味ないじゃないか。私はどうしてこんなことになったのかとショックだった。そして夫は本当に私のことが好きで結婚したのか疑問に思った。もともと上司が紹介してくれた相手だが、それでもちゃんと恋愛をしてきたと私は思っていた。だが結婚してからの夫の言動や態度を見ると、私たちは仮面夫婦のような感じだ。そこで私の中で嫌な考えが浮かんだ。それは夫には他の女性がいるということだ。そんなことは思いたくなかったが、私は更新所に調査を依頼することにした。夫からもらっている生活費からお金を出したくはなかったので、自分の貯金から費用を出した。そしてそれから2週間ほど経った頃、更新所の結果が届いた。結論から言うと、夫は不倫をしていた。相手の女性は同じ職場で働く後輩だそうだ。夫は残業だとか出張だと言っていた日は、ほとんど不倫相手の家にいたそうだ。だからこの家にはただ寝に帰ってきただけになっていたのだ。私は夫がなぜ私のことを結婚相手に選んだのか、さらに謎が深まった。結婚当初から夫は家を空けていたから、私と結婚する前からその女性と関係があったのだろう。でも結婚してからも関係が続いている以上、それは不倫をしているということだ。私はとてもショックだった。そして夫に対しての愛情が一気に消え失せた。私はすぐに義両親に報告をしに行った。私は定期的に義実家に顔を出していて、すでに義両親との信頼関係を築けていた。義両親は私を笑顔で出迎えてくれたが、私が浮かない顔をしているのに気づくと、何かあると察したようだ。どうしたの？義母にそう聞かれ、私は全てを話した。義母は夫の不倫の事実を知り絶句していた。そして仕事から帰宅してきた義父にも話したのだが、義父はものすごく怒っていた。ひとみさん、すまない。バカ息子がとんだ迷惑を。すぐに息子を呼びつけて説教しよう。義父はそう言ったが、私はそれを止めた。ちょっと私に考えがあるんです。私の提案に義両親は驚いていたが、それで気が済むのならいいと許可を出してくれた。それから私はしばらくの間、何事もなかったように普通に生活をした。そして正月が近づいてきたのだが、この正月が私の計画のタイミングだった。ねえ、この前のお盆に親戚の集まりがあったってことは、お正月にも集まりはあるんだよね。ああ、でも瞳は来なくていいよ。どうして？私は妻として。いや、いいから自分の実家に帰りなよ。でもこの話はもう終わり。親戚の集まりには来なくていいから。そう言って夫は外に出て行ってしまった。案の定、夫は私を親戚の集まりに連れて行きたくないようだ。それは私を親戚に紹介したり、親戚や義両親と仲良くなってほしくないのだろう。だが私はすでに義両親と話をつけている。だから私は夫を見送ってから義実家に向かった。親戚がすでに揃っている状態で私が家に着いたので、夫は私が来たことにものすごく驚いていたが、何も言わずにただ機嫌悪そうにしていた。それから宴会が進み、夫は酔い始めたのか、急に私の悪口を言い始めた。嫁の飯はまずいんだよな。本当にダメな嫁で困っちゃうよ。そうやって私を下げるような発言をして笑う夫。どうやら夫は前回の宴会の時もそうやって私を下げる言葉を言っていたようで、親戚たちは呆れたような顔で私に冷たい視線を送ってきた。だが私には義両親が味方についている。私は冷静に言い返してやった。え、私の料理食べたことあったっけ？食事はいつも愛人宅じゃないの？私の発言に親戚たちが凍りついた。お前何を言ってるんだ？焦る夫。まさか私がそんなことを言うとは思わなかったのだろう。自分が不甲斐ないことを言われて恥ずかしいからって、そんな嘘をつくなんてありえないぞ。親戚たちの前だからまだいいが、公共の場とかだったら名誉毀損だからな。自分の言動のおかしさを反省しろよ。そうやって夫は私に怒声を浴びせてきた。そしてその隣では義両親がブルブル震えながら拳を握りしめていた。いい加減しろ。お前が今までしてきたことは全部ひとみさんは分かってんだよ。義父はたまらず大声を出した。え、父さん、どうしたの？ひとみさんはお前が不倫をしたことの証拠を持っている。
それは私も母さんも見せてもらった。言い逃れはできないわよ。あなたは私のことを裏切ったというよりも不倫相手との関係の方が先だったんでしょ。どうしてそれを。やっぱりそうだったのね。アキラ、全部話しなさい。早く。義父に怒鳴られ、夫は怯えた様子で全てを話した。やはり夫は私と結婚する前から不倫相手との関係があったらしい。だが不倫相手は子供が産めない体だそうで、後継が欲しい夫の家には絶対に嫁げない。そのため夫は今までの関係を続けながら子供を産ませるための結婚相手を適当に選ぶと言っていたそうだ。そしてその適当な相手というのが私だったわけだ。さすがにその事実を知った時はショックだった。義両親はさらに怒り、親戚たちは呆れていた。お前は一家の恥だ。そんな自分勝手なことのために人見さんを利用したなんて。でも後継は必要だろ。子供が産めない女性だったら結婚は許してくれなかっただろう。そんなことないわよ。大事なことは後継だとかそういうことじゃないもの。でもあなたがそうやって勘違いをしたのは私たち親に責任があるわね。ひとみさん、本当にごめんなさい。いえ、お母さんたちは悪くありませんから。なんだよ。許されるんだったら最初からあいつと結婚すればよかった。そういう問題じゃないだろ。私たちが怒ってるのは自分の欲のために誰かを傷つけてもいいと思っているその考え方だ。そんな奴に今後会社を任せようとは思わない。お前とは縁を切るし会社もクビだ。そんな、お前の顔なんて二度と見たくない。さっさと帰れ。夫は怯えた様子で逃げ帰っていった。その後私は夫と不倫相手に慰謝料を請求し、夫とは離婚もした。夫は義両親から縁を切られ、さらに無職になったので一気に貧しくなった。すると不倫相手からも見捨てられたらしい。そして後になって分かったことだが、不倫相手は別に不妊だったわけではないそうだ。もともと夫との関係は遊びで、高級なプレゼントをくれたり美味しいレストランに連れて行ってくれるから関係を続けていただけの話だったそうだ。それなのに夫から結婚しようと言われて、とっさに子供ができないという嘘をついたらしい。そしたら夫が関係を続けながら別の結婚相手を探すと言ったから、それに甘んじていたそうだ。全てを知った元夫は絶句し、ショックで寝込んだそうだ。だが私への慰謝料を支払わなければいけないので、バイトを始めて毎日辛い思いをしながら働いて借金を返す日々を送っているそうだ。そして私はというと、以前元夫を紹介してくれた部長から謝罪の連絡と、もしよかったら会社に戻らないかとお誘いを受けてまた働き始めた。また元義両親とは個人的に連絡を取っていて、定期的に食事を一緒にしている。元夫は最低な人だったが、元義両親はとても素敵な人たちで、私にとっての大事な友人になった。今はとりあえず恋愛はいいので、いろんなつながりを大事にしながら仕事を打ち込んでいこうと思う。自分の欲のために人の人生を巻き込むなんて最低な男ですね。そのまま落ちぶれたまま寂しく一人きりで生きればいいと思います。主さんはあんな最低な男と結婚生活をよく耐えましたね。これからはご自身のために生きて幸せになってくださいね。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。